セクシー田中さんの原作者で漫画家の芦原ひな子さんが昨日亡くなりました芦原さんはドラマ化をめぐるトラブルや自らの思いについて SNS で詳細に語っていました芦原ひな子さんの不法に接し哀悼の意を表するとともに謹んでお悔やみ申し上げます昨日日本テレビのホームページに掲載された ア原さんの死を悼むコメント。街には驚きが広がりました。テレビ番組で見てます。最近まで年末までやってましたもんね。ですかその普段の仕事をしているときとそのネタ出している時のあのギャップというかそれがなんかいいなと思いますよね。単行本の累計発行部数が100万部を突破している。 連載中の人気漫画セクシー田中さん。会社では地味なアラフォー・オーエル田中さんが夜はセクシーなベリーダンサーに変身その不思議な魅力に惹かれた周囲の人々を巻き込んで展開されるラブコメディーです。作者の芦原日な子さんは1994年にデビュー。 これまで数多くの作品を執筆し、代表作砂時計やピースはドラマや映画にもなっています。セクシー田中さんは日本テレビでドラマ化され、去年10月から12月まで放送されていました。日本テレビのホームページには、ドラマに期待を寄せる足原さんのコメントが。 音楽やダンス、ショーの臨場感、私の画力じゃ表現しえないものがたくさんあって、日頃歯がゆい思いをしながら漫画を描いてます。音楽とダンスと素敵なキャストの皆さんとのコラボ、楽しみにしています。ところが放送終了から1ヶ月が経った先週金曜日、足原さんはセクシー田中さんのドラマ化をめぐって、 トラブルがあったことを自身の SNS に投稿したのです。いろいろと悩んだのですが、今回のドラマ化で私が9話、10話の脚本を書かざるを得ないと判断するに至った経緯や事情をきちんとお伝えした方が良いのではと思い至りました。ドラマの9話と最終回の10話の脚本は、 脚本家ではなく、自身が書いたとしたた上で、そうなった経緯について明らかにし、ました。セクシー田中さんは、一見奇抜なタイトルのふざけたラブコメ漫画に見えますが、自己肯定感の低さゆえ、生きづらさを抱える人たちに、優しく、強く、寄り添えるような作品にしたいという思いが強くあり、担当編集とともに、 大切に描いてきた漫画ですドラマ化するなら必ず漫画に忠実に漫画に忠実でない場合はしっかりと画質修正をさせていただくドラマオリジナルの終盤もまだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさないよう原作者があらすじからセリフまで用意する原作者が用意したものは 原則変更しないでいただきたいので場合によっては原作者が脚本を執筆する可能性もある現在も漫画で連載中のセクシー田中さんそのためドラマの内容が漫画に影響を及ぼさないよう足原さんが用意したものは変更しないように求めていたと言います こうした条件については原作代理人である小学館を通じて日本テレビと何度も確認していたという足原さん。脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して大変失礼な条件だということは理解していましたのでこの条件で本当に良いかということを小学館を通じて 日本テレビさんに何度も確認させていただいた。しかし、毎回、漫画を大きく改変したプロットや脚本が提出されていました。私が描いたセクシー田中さんという作品の個性を消されてしまうなら、私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだと何度も訴え、 粘りに粘って過失修正し、やっとの思いで、ほぼ原作通りの1から7話の脚本の完成にこぎつけましたこうしたやり取りが何度も繰り返されたため、ドラマオリジナルのシナリオとなる9話、10話については、自身で執筆することになったといいます。 9話、10話の脚本にご不満を持たれた方もいらっしゃるかと思います。どのような判断がベストだったのか、今も正直正解が分からずにいますが、改めて心よりお詫び申し上げます。足原さんの告白に対して、ファンや作品がドラマ化されたことがある漫画家など、多くの人が、 SNS に意見を投稿論争となっていましたそうした中一昨日一連のコメントを削除し攻撃したかったわけじゃなくてごめんなさいと投稿した足原さん警視庁によりますと一昨日夜に会社の関係者などから行方不明届が出ていて

ドラマ化などをされた経験を持つ二宮智子さんは自身の SNS につらいつらすぎる自分の作品を一番大事に思っているのは自分なんだと号泣した日のことを思い出してまた涙が止まらない今誰かを責めようとしている人たちもう本当にやめてほしい 「ちはやふる」の作者末次ゆきさんは「自分一人の力などたかが知れていて志を同じくする人の力を借りて物語をより遠くに深くに伝えるために作家はメディアミックスを選ぶ」「たくさんの納得のいかないこともままならない条件もあるけれど」 多くの人にに、届けるる。ためにいろんな方面と調整する難しい作業だと思うけどでもでもゼロを一にする作業を素晴らしい物語を生み出せる人を失ってしまっては日本テレビはホームページで次のようにコメントしています。 日本テレビは映像化の提案に際し原作代理人である小学館を通じて原作者である足原さんのご意見をいただきながら脚本制作作業の話し合いを重ね最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿とし放送しております本作品の制作にご尽力いただいた足原さんには感謝しております 足原さんは一連のの投稿を次のような文章で締めくくっていました最後となりましたが素敵なドラマ作品にしていただいた素晴らしいキャストの皆さんやドラマの制作スタッフの皆様とセクシー田中さんの漫画とドラマを愛してくださった読者と視聴者の皆様に 深く感謝いたします厚生労働省は先の見えない不安や生きづらさを感じている人は1人で悩みなどを抱えずに心の健康相談統一ダイヤルや命の電話などの相談窓口を利用するよう呼びかけています。